皆さんこんにちは、水越美里です。はい、本日のテーマはこちら、9月買ってよかったもの紹介ということでやっていきたいと思います。今月の買ってよかったものを紹介していくんですけど、若干ね品数がそんなに今月ないかなっていう気がしているので、クリスマスコフレで私的にちょっと気になっているもののお話とかもしていて、ぜひそちらもご覧いただけると嬉しいです。はい、それでは早速スタート。はい、それでは一つ目のアイテムがこちらです。エクセルのリアルクローズシャドウ CS15 トパーズリングというカラーです。秋コスメレビューの時に紹介したと思うんですけど、これとっても可愛いです。このね、紫っぽい色とオレンジが一緒になってるっていうのが特徴なんですけど、結構ね、この色がピンクに見えるっていう質問もいただくんですが、オレンジと重ねて使った時に少しピンクく見えるような感じはあるかもしれないです。でもあくまでもピンクよりはやっぱパープル、ラベンダー系のカラーだと思います。ちょっと塗ってみますね。結構この一番最初に塗ったハイライトっぽいカラーは肌なじみもいいけど、比較的白っぽくも見えるので、真っ白じゃないんだけどちょっと白みベージュって感じかな。で、その上からパープルを重ねるとちょっと雰囲気が変わるんですよね。今の段階でこんな感じ。これはやっぱりパープルを重ねたカラーこそなので、すごい素敵です。で、オレンジを重ねます。で、今下まぶたもオレンジを使ったんですけど、ちょっとブラウンで締めて、で、完成です。はい、こんな風になります。結構オレンジしっかり使って仕上げているんですけど、オレンジとこのベースの境目の部分がちょっとそれこそピンクっぽい感じに見えるのはパープルのおかげだと思います。ピンクではないんですけど、オレンジ重ねるとそう見えるかもしれない。ちなみにこっち側ちょっとオレンジ控えめで仕上げてみたんですけど、違いが伝わりますかね。あの上まぶたの塗り方はほとんど同じでも、オレンジの量を減らして下まぶたはパープルだけで仕上げてます。オレンジを使ってないです。そうするとあんまり違いわかんないかもなんですけど、ちょっと透明感みたいなのが主張される仕上がりにもなるので、いろんな使い方できると思います。気持ち下まぶたのこの感じがね、わかるかな、わかんないかな。はい、少し離れてみるとこんな感じになってます。なんか離れた時の方がオレンジだけじゃない感じが伝わるような気がするね。どうですか、めっちゃ可愛くないですかこれ。私はね、すごい好きで、深みとかくすみ系じゃなく、結構透明感あふれる系、ピュアな感じに仕上がるので、でもなんかちょっと凛とした感じがあるかなって思います。一番いいなと思ったのはやっぱ配色で、パープルとオレンジっていう組み合わせがすごく素敵っていうのと、でしかもどっちもこう単体で紫として出るとかオレンジとして色が出るみたいな感じじゃなく、絶妙に混じり合ってまたいい色になってくれるので、一見するとんっていう感じの組み合わせかもしれないんですけど、とってもいいです。で、そしたらアイメイク系でもう一個ね、おすすめしたいのがあって、それがこちら、ローラメルシエのビューラーをね買いました。すごい良かった。まあとはいえこれ結構多分ね、ビューラー界の中では有名だと思うので、まあ、知ってるよっていう方も多いかもしれないです。私ずっと資生堂のアイラッシュカーラーの213番ってやつを使っていて、もう多分 2,3 年ぐらい使ってたかな。めっちゃお気に入りだったんですよ。で、特になんか変えたいなって思うこととかもなかったんですけど、この間ササメイクの佐々木さんにメイクをしていただいたんですよ、実は。で、その時にビューラーをね見せていただいて、あ、ローラメルシエだと思ってちょっと借りたんですよ。したらめっちゃ使いやすくて、もうすぐ買いに行って、実際何日か私も使ってるけど、もう本当に使いやすいです。そう、なんか結構ビューラーって何使っても一緒な感じするじゃないですか。ローラメルシエに関しては優れてるポイントが結構わかりやすいんですよ。っていうのがね、多分これカーブ見てもらうとわかると思うんだけど、まずね、資生堂のやつ、これもめっちゃ使いやすいです。カーブに対してここの支柱というか横両端が前に出てるんですよね、このカーブの先よりも。使いやすいんだけど、まつげを挟むより先にここの両端がこの目のここに当たるんですよ。わかるかな、こうやってやった時にめっちゃ挟みやすいんだけど、挟む部分より先に両端がここに先に当たるんですね。ただまあ逆に言うと、ここの両端があることによってビューラーがこう目にグッと入らないような安心感はあるんですけど、若干このね両端が当たるなって感じがあって、ローラメルシェに関してはそれがないんですよね。え、伝わりますかこの違い。この両端がこのカーブのここよりも外にあるんですよ。カルカナめっちゃビビってる違いなんだけど、ここが一番最初に当たるのか、ここの部分が中に当たるのか、
っていうところが全然違ってます。だからこそこうやって当てた時に両端の部分がここに当たるより前にこの挟む部分がちゃんとまつげの際にピタッてはまる感じがするんですね。慣れるとめちゃめちゃ使いやすいです。そんなに数使ってないけどいろんなブランド使ってきてそれぞれ多少の違いはあるにしてもここまで分かりやすくこの挟みやすいと思ったのはローラメッシェだけだったかな。私的にはちょっと実際使ってみます。これかな。この段階で今この両端が浮くんですよね。こういう感じになんないんですよ。めちゃめちゃ根元を捕まえやすい。で実際上げてみるとこんな感じです。上がり具合に関しては資生堂のやつでも同じくらいの仕上がりには最終的になるのでそこはそんなにって感じなんですけど、あの上げやすいって感じがします。無理になんかこう買った方がいいよとは思わないんですけど使いやすいものをって思っている方にはとてもおすすめです。はい、っていうのでビューラーもおすすめなんですけど次アイテムこちらです。これね本当はアキコスメレビューの時に紹介しようと思ってたんですけどちょっと忘れてたんですよ。すごい良かったんだけどナチュラグラッセのメイクアップクリームラベンダーピンクってやつです。ナチュラグラッセのメイクアップクリームってすごい有名だと思います。とは別に色付きバージョンみたいなやつが最近発売になったんですね。今日も使ってるんですけど、立ち位置的には一応下地とかあと CC クリームが近いと思います。別にこの上からファンデとか使っても全然 OK なんですけどあの1本でのカバー力は結構高いので重ねるとしてもコンシーラーくらいにしておいた方が綺麗かなって個人的には思います。こっちに置いてあるのが既存品のメイクアップクリームの2番ナチュラルベージュです。で今回おすすめしたいのがこのラベンダーピンク。なんかテクスチャーとかはもうほとんど同じなんですけど色が違うっていうのが一番ポイントでこんな感じちょっとピンクっぽい感じの色がついてます。で伸びがよく見えるんですけど肌の上にのせるとそんなにすごい伸びがいいって感じはしないですね。あの伸びるけど広げていくとちょっと肌に馴染んで重たくなっていくしっとりしていくので広げる時の圧は若干かかるかもしれないです。でこの2色なんですけど実際ねあの明るさのトーンとしてはもう大体同じぐらいです。ただこっちの方が、まあ、ピンク色なので血色感も出るしなおかつちょっとね肌の明るくなり方がこうクリアな感じがするんですよ。なんか透明感が出るような感じ白くなりすぎないのでふわっと柔らかい感じに仕上がる。でこっちの方は明るいんだけど馴染む感じがするので血色感とかはそんなに出ないんだけど色ムラ補正だったりとかをしっかりしてくれるかなって思います。でなおかつ、まあ、ミネラルコスメなので肌への負担気になる方とかあとメイク石鹸落としたい方とかにもとってもいいのかなと思います。じゃあ次のアイテムいきます。こちらこれがね9点のやつで買ったサミュの保湿クリームです。これめっちゃ良かったです。9点購入品紹介の時は多分まだ1回とか2回ぐらいしか使ってなかったと思うのでそんなにめっちゃいいよみたいな感じで言ってなかったと思うんですけどこれはなんか使い続けてめちゃめちゃ好きになりました。まず1個好きなポイントとしては匂いめっちゃいいです。ちょっと甘いんだけど爽やかな香りがします。バニラみたいな甘さじゃなくてなんて言ったらいいのか分かんないんだけどなんかね心地いいなって感じの香りがする。あとは使用感も割とねこっくりしすぎてないんですよね。クリーム自体はちょっとジェルっぽさもあるというか保湿はしてくれるしあくまでもクリームなんだけど若干みずみずしい感覚があるので塗りたてはさすがにペタッとするんですけどちょっとなじませて放置しておけば全然気にならなくなるし朝使っても何か下地と影響してもろもろしたりっていうこともなかったのであのもう朝も夜もがっつり使ってるんですけどもう、うん、すごいいいかな。でしかもね潤い感もすごいのでこれを使い始めてからあんまりこう乾燥するなとかっていう感覚もないですね。まだ少し残ってるので全部使い切ってから次どうするか決めようかなって思うんですけど今のところめちゃあのお気に入りです。皆さんにも結構おすすめかな。で9点でしか売ってないと思ってたんだけどこの間ねロフト行ったらあったので意外と日本でも買えるかもです。次のアイテムこちらこれちょっと変わり種かな。フィッティの立体マスクがすごい良かった。今までは普通のあの平面のマスクを使ってたんですけど立体マスクが出てたんですよ。こんな感じで色は若干ちょっと濃いめのピンク普通サイズなんですけどそんなにめっちゃ大きくもなく意外とちょうどいい。耳のとこのゴムが柔らかいから全然ね痛くならないところが結構いいかなって思います。あと9点購入品紹介の時にマスク紹介したじゃないですか。
あれもすごい良かったんだけど、あれは結構立体が強くて、若干マスク自体硬かったんですね。これはそのマスク自体が柔らかいから、肌当たりが優しくてとってもいいなと思います。唇とかはね、若干今マスクについてるので、この中の空間はそんな大きくないんですけど、フィット感はあるかも。その分逆に言うと、なかなかでもね、これ見つかんないから買えるかわかんないんだけど、またあったら買おうかなって思います。じゃあ次のアイテムいきます。ビューティー&ユースで購入したサイドゴアのブーツ、これすごいね、好きです。よかった。ポイントとしてはこの筒丈が結構長いんですよ。普通のこういう感じのブーツって割とね、これぐらいの丈が多分多いかなって思うんですけど、ここが長いのが欲しくて探して見つけたアイテムです。なんかミドルブーツぐらいのイメージが多分近くて、私も履くと多分ね、ふくらはぎ中間くらいまではここ来るかなって思います。で、履いてどんな感じになるかはルックブックの時に最後の方ユニクロのコーデで履いてるので、よかったらそちらをねご覧いただきたいんですけど、筒の長さが気に入ってます。意外とヒールはあるので若干身長が漏れるっていうのと、あとこの筒の部分が細いんですよ。わかるかな、細いの。履くときめっちゃ大変なんだけど、その分足が細く見えるところもお気に入りです。膝下くらいの丈のスカートとかワンピース着ると、靴ねどうしようっていつも悩んでたんですよ。これくらいの丈のブーツ履くとなんかアンバランスだし、まあ、スニーカーもありだけどなんかないかなって思っててこれを買ったんですけど、今まで靴を何合わせたらいいか分かんないからこそ避けてたワンピースとかを買えるようになったっていうのは結構大きいと思ってます。これ私サイズがもうなくて35ってやつなんですけど、ちょっときつかったかな。普段23センチとかがジャストなんですけど、多分 22.5 ぐらいのサイズで、若干きついところはありますね。今年とか来年とかいっぱい履きたいなと思います。ということで今月買ってよかったものは紹介以上になるんですけど、今回ね時期的にクリスマスコフレの時期になってきたので、買うとは決めてないけど、もし買うならこの3つがいいなって思ったものがあるので、それを紹介していきたいと思います。まず1つ目、エレガンスのクリスマスコフレです。エレガンスのクリスマスコフレって去年もそうだったんですけど、あんまりこう奇抜な色とか難しそうな配色を使わずに、なんだけどいつもよりちょっと特別っぽいような雰囲気のものを出してくるんですね。で、今年もまさにそれだなと思っていて、実際私も手元にはないんですけど、ちょっといい機会があってスウォッチをね自分の手でしたんですよ。めっちゃ可愛かった。個人的にはアイシャドウの色とマスカラの色がめちゃめちゃ可愛かった。ローズブラウン系って感じかな、大人っぽい感じの色気を出しつつ上品さを忘れないみたいな色がすごい可愛かったです。結構ローズ系とか大人っぽいピンク系の色がお好きな方にはとってもおすすめしたいと思います。じゃあ2つ目、多分人気あると思う今年も、はい、それがコスメデコルテのホリデーコレクションです。なんかもう見た目からして可愛いじゃんみたいなのが分かりすぎちゃって人気がありそうと私は思ってます。特に気になってるのがチークですね。この模様みたいなのなんだろうって感じで、好奇心もあるし、ただ好奇心もありつつこの配色だったら絶対可愛い色が出るよなって気がしてて気になっちゃいますね。これ可愛いと思う。そう、これはスウォッチを見てないので実際の色がどうだったかっていうのは分かんないんだけど、こう情報を集めてる時画像で見てて真っ先に可愛いっていう風に感じたコフレですね。すごいなんか魅力的に思いました。最後の1つ、これはねちょっとコスベではないんだけど、はい、それがこちら3のバスエッセンスです。中身自体はコフレ限定というわけではなく、多分ねもともと3で発売されてるものだと思うんですけど、パッケージが限定みたいです。なので正直このタイミングで買わなくても手に入るっていうのはあると思うんですけど、コフレの情報を集めてて初めてそのバスエッセンスの存在を知ったんですよ、3の。なのですごい気になったって感じかな。あえて今じゃなくてもいいんだけど今知ったので、しかもパッケージも可愛いならちょっと欲しいなっていう感じがします。さすがに入浴剤に今これ6000円ぐらいだだけ高いじゃないですか。めっちゃ普段だったらなかなかプレゼントとかじゃないと買わないかなって気がするんだけど、こういうコフレだからこそ使いたいみたいな気持ちはちょっとありますね。お風呂に入れてもいいし、シャワーの時だけ使用することもできるみたいです。まあ基本的にはでも入浴剤なのかな。香りがねちょっと気になるところですが、あとはまあ自分のためのご褒美もちろんいいと思うんですけど、ちょうどたまたまお誕生日の子とかがいたらあげるのもおしゃれかもしれないですね。ということで本日は9月買ってよかったものをご紹介していきました。いかがでしたでしょうか。やっぱりクリスマスコフレの時期になってきたので、皆さんもし気になるものがあればぜひコメント欄で教えていただける
ると嬉しいです。スックとかやっぱ人気そうな気はするんですけど、どれが人気なのかすごい気になります。はい、ということで本日もご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。またねー。